ひろゆきさんは税金が少なくて社会保障も少ない社会と税金が高くて社会保障が手厚い社会、どちらがいいと思いますか？今後の日本の社会保障について不安です。僕は税金が高くて社会保障が手厚い社会の方が楽にうまくいくんじゃないかなと思ってます。お金がない人でも教育を受けられるので、すげえ優秀だけど貧乏ですっていう人が教育を受けられて、で、その結果優秀になって金稼いで税金払ってくれてって。で、金稼いだ人が税金高いと金稼いだ分がまた税金として戻るじゃないですか。で、そこでまた優秀な子供たちに教育費がいって、優秀な子供を育って、で、また金稼いで税金が入ってになると、割と働かなくてもお金が湧いてくるので、日本ってその生活保護っていううちでの個実のシステムがあって、無能は働かなくてもお金がずっともらい続けるというのができるんですよね。東京都内だと家賃で7万円ぐらいと、月に5万円ぐらい生活費がもらえて、年間150万円ぐらいもらえるシステムがあるんですよ。まあ60年間ぐらいもらうと9000万円ぐらいもらえるっていうシステムがあって、まあ無能が9000万円もらえて、で、優秀な人っていうのがまあ、ただ同然で教育を受けて、まあ、大学はお金かかりますけど、一応高校までは無償化してるとか多いので、っていう形の方が長期的にはいいんじゃないかなと思ってるので、僕は大きい政府が基本的には賛成です。ただ、大きい政府をちゃんと監視してないと、無駄なことに金使われるんですよね。地方の新聞社って、日本でもちょこちょこ潰れそうになってますけど、アメリカって地方新聞すげえ潰れてるんですよ。地方新聞がない地域ほど、税率高いんですよ、アメリカって。いや、その、政治家が政治家になりましたってなった時に、地方新聞社がない場合は、ちゃんと調べて報道する人がいないから、ちょっとずつ税金上げていくんですよ。で、ちょっとずつ税金上げてって、自分たちの仲間とか、自分たちの関わりのある会社に仕事発注したり、っていうので、うちの地域っていうのはお金がないよね、と。で、お金がないから教育にもお金払えません。なので、教育にお金を払うために消費税上げます、みたいなこと言って、消費税を増税するのはこれは福祉のためですよ。今後の子供たちのためですよって言って、2% 上げますってなるんだけど、なんだかんだ言って教育とか福祉には全くお金使われる額は増えてなくて、結果として税率だけ上がっただけだよねっていうのが、アメリカの新聞のない地域に起こりがちなんですよ。で、たまたま東アジアの日本っていう国も新聞があるんですけど、そんなような状況になったりするので、僕はその大きい政府の方が正しいとは思うんですけど、ただ大きい政府の場合はそれを監視する仕組みっていうのがないと、政治家ばっかりが声太るっていう状況になるので、いかがなものかなと思います。はい、結果として、その国としてはその政治家が声太るってなってしまった場合って、多分個人の力でそれを回収することができないので、自分にとって都合のいい社会システムのある国に移動できるようにした方が良いんじゃないかなと僕は思うタイプなんですよ。日本ってじゃあ教育にお金使った方がいいよねとか、少子化対策した方がいいよねって思ってる人がいると、もう日本はそれやらないじゃないですか。そうすると、どの政党に投票しても多分それは起きないので、それだったらじゃあちゃんと将来性のある国に自分が引っ越して、あ、この国の方が過ごしやすいやっていう、そういう国に引っ越すっていう方がよっぽどストレスが少ないというか、快適に暮らせるんじゃないかなと思ってるので、僕今フランスに住んでますけど、フランスに来る前にそのマレーシアの長期滞在ビザ取ったりとか、まあアメリカも10年間いられるビザ取ったりとか、でまあヨーロッパはそのラトビアっていう国のビザを持ってたので、一応そのヨーロッパ中どこでも住めるようになったりみたいな感じで、まあ好きなとこ住めるような状況っていうのを作ってたんですよ。今はフランスにいるんですけど、で、そのフランスで、まあ、フランスあかんなと思ったら多分ドイツ行くとか、オランダ行くとか、スペイン行くとかっていうので、ヨーロッパ内どこでも移動できるようになってたりはするので、そういう感じで自分が住みやすい社会システムの国に移動するっていう人が今後は増えていくんじゃないかなと思います。もともとヨーロッパってそういう人たちの組織体なんですよ。フランスの国籍持ってる人って別にドイツで働いてもいいし、スペインで働いてもいいし、オランダで働いてもいいし、ちょっと前だとイギリスでも働いてよかったんですけど、っていう感じでそのヨーロッパで生まれた時に自分が好みの社会システムを持ってる国に移動するっていうのが当たり前の文化圏になってるんですよ。日本人の場合その日本語しか喋れないし、日本という国しか知らないから、もう日本で生まれて日本で死んでいくんだっていうのが当たり前のように信じ込んでるんですけど、ヨーロッパの人の場合ってフランスめんどくせえから俺スイス行くわとか、ドイツのが楽だわっていうので、社会システムがそのお互いに競争してたりするんですよ。ドイツの社会システムおかあかんわってなると、じゃあ移動するみたいなのがあって、なのでフランスの税率が高いからっていうので、ベルギーに移動する人っていうのが割とフランスの税率が上がった時に起きたんですよね。フランスのパリからベルギーのブリュッセルって新幹線みたいなやつで2時間かかんないぐらいなんですよね。東京の人が名古屋に住むぐらいの感じなんですよ。で、それで税率 10% 下がりますとかになると、じゃあもう俺ベルギーに住むわみたいになっちゃったりするんですよね。住民票だけそのベルギーに置いといて別にフランスで生活しても税金はベルギーで納めるみたいなこともできたりするので、割とその社会システムがお互いの国で切磋琢磨して国民に過ごしやすいような環境っていうのが出来上がったりするので、日本はそういう比較対象がないので、日本いくら悪いよね悪いよねって言ってても、じゃあ俺たちこっち行くわっていう選択肢がないので、多分悪いままなんじゃないかなと思ってるので、もしその社会システムをなんとかしたいと思ってるんだったら、もうちょっと考えると、自分がいい社会システムに行った方が楽だよねっていう構造になっちゃうんじゃないかなと思います。イギリスは飯がな、そうですね。イギリスご飯があまり美味しくないので、ご飯が美味しい国だと、スペインとかフランスがいいんじゃないかなと思います。ドイツもご飯はそんなに美味しい国とは言われてないので。19歳の男です。3月に高校を卒業し、4月から半年間フィリピンの語学学校に入る予定でしたが、コロナで渡航できています。渡航できるようになり次第行く予定です。その後、外界の大学に入ると大金がかかること、その国に4年間と思わなければならないので、大学に行かずに将来いい仕事に就く進路を教えていきたいです。できれば英語圏と英語圏では国に行きたいです。英語圏の国に行きたいですと。今まで勉強やらずに、強豪校で寮に入り野球をしていました。大学が高いは多分アメリカとかイギリスを意識してると思うんですけど、ユーゴスラビアって確か授業を英語でやって、学費ほぼタダなんですよ。ドイツも一部授業英語で学費ほぼタダで、っていうのがヨーロッパって結構その学費が安いところってあって、英語で授業やるところって多いんですよね。なので、ヨーロッパの大学を目指すといいんじゃないかなと思います。40代男性です。主力さん氷河期世代ですが、あの時代について国や社会に対して憤りや不満等何か言いたいことありますか？ありません。また、ひろゆきさん成功されてますが、成功する機会すら与えられなかった大多数の同年代の方に何か一言お願いします。しょうがないや運が悪いとはなしで。いや、別にどの世代でも成功する人はいるし、成功しない人もいるし、日本にいる時点でだいぶ幸せだと思うんですよね。なんかソマリアとかで生まれちゃいましたとか、シリアとかで生まれちゃいましたっていう人が世の中にもいっぱいいるので、それに比べたら氷河期でも日本で生まれたっていうのはだいぶ幸せだと思うので、運のいい悪いは日本の中で比べたらあるかもしれないですけど、日本に生まれただけでだいぶ幸せだと思うので、そこはあんまり気にしてもしょうがないんじゃないかなと僕は思いますけど。こんにちは。最近外国と比較して日本が劣ってる点を聞くことが多いんですが、逆に日本のいいところは何と思いますか？治安がいい、人が優しい、他人を騙さないというのをみんな当たり前だと思ってる。もう中国の方とか、騙しても別にそこまで問題ないよねとか、中東もそうですね。要はその地元の人と観光客で物の値段の違う国って結構あるんですよ。日本のその韓国料理屋とかでも韓国の地元の人と日本人相手でメニューが違って値段が違うってあったりするんですけど、中東とかトルコとかでもその観光客と地元の人に値段が違うっていっぱいあるんですけども、で中国もありますと。ヨーロッパとかアメリカとか日本はほぼないんですよね。観光客だろうと地元の人だろう、ある。イタリアはある。まあいいや。観光客だからぼったくってやれっていうのは、それは悪いことだよねっていう感覚。でも観光で来てる金持ちなんだから、高く取るのは当たり前でしょって考える人たちもいるんですよ。善悪の問題じゃなくて、国民性とか文化だと思うんだけど、ただ日本の場合って、いくら観光客だったとしてもぼったくるの良くないよねっていうのが割と普通に信じてるんですよね。なのでそういうところって善悪とは別にその日本のいいところだと僕は思います。例えばアフリカとかだと本当にその貧しいところなんで、旅行客からいっぱい取るのは当たり前だよね。旅行客が払うような1000円2000円っていう、まあ大した額じゃないよねって額で、普通になんか1週間暮らせちゃったりするんですよ。彼らにとってお金ってものすごい価値がでかいので、そういう意味ではそのぼったくるでもなんか多少でも100円でも多く取りたいっていう気持ちは全然わかるんですけど、それがいい悪いとかではなくて、そういう生活をしなくていいし、そういう生活をしないのが当たり前だよねっていう日本の文化はいいんじゃないかなと思います。日本は移民を受け入れることに加えて、終身雇用が終わるのに社会保障が拡充されないので治安が悪化すると思います。そんな中で日本が他国と比べて優れてると言える部分は何でしょうか？将来の話をしていくと、多分治安がいいとか周りの人に対して気を使えるとかっていうのもだんだん悪化していくと思うんですけど、まだ今の方がマシだし、今後も他の国よりはマシなんじゃないですかね。25歳です。日本って豊かないい国だと思いますか？はい。個人的には日本の社会構造については疑問を持っていますが、ひろゆきさんは日本って国は世界と比べてどのように考えてますか？まずその世界と比べてという質問の意図がわかんないんですけど、200カ国ぐらい国があって、アフリカのような月あたりのじゃあ人の収入が1万円もないような国とかもあれば、アメリカみたいなじゃあカリフォルニアのサンフランシスコとかになると、年収1000万円でもお金ないっていう層になるよね、みたいなとか、カフェの店員でもなんか3、40万円給料もらってるスイスみたいな国もありますよとかっていうの様々な国があるんで、世界と比べるって無理だと思うんですよね。どの国と比べてとか、先進国の中ではどうですかっていうのであればいいと思うんですけど、200カ国の中から比べると日本はだいぶいい方ですよ。平均よりは上なのか。平均よりはは全然上だと思いますけどね、日本は。一応その G7 って言われるそのなんか先進国が集まってると言われてる会議にも一応参加してるので、ただその G7 って言われてるその先進国が集まってると言われてる会議なんですけど、あれが日本語訳だと先進国首脳会議って訳すらしいんですけど、あれを先進国って書いてる言語って日本語以外あんまないっぽいんですよね。グループ7と呼ばれていて、第二次大戦当時に戦争強かった組と経済強かった組っていうので、日本だったりとかアメリカだったり、そのフランスだったりドイツだったりが呼ばれてるんですけど、でも別にそれってその当時戦争強かったのと経済強かったところが呼ばれてるだけで、別に先進国が呼ばれてるわけではないんですよね。でもなんか日本が G7 というかそのグループに呼ばれるようになった時に、ようやく日本も先進国入りしたよねみたいなのがあって、日本の中ではその先進国の会議に出るっていうので、なんか先進国首脳会議って呼んでるみたいですよ。はい。メンタリスト DAIGO さんが税金をいっぱい納めてる俺は偉いと言ってましたが、外資じゃないのに偉いの？なんで外資だと偉いの？外資かどうか関係なくない？税金いっぱい納めてる人がいるおかげで、税金を納めなくても生活保護もらえる人がいるので、そういう意味では感謝した方がいいんじゃないですか、生活保護もらってる人は。